カリストメイリアと作曲家トク。ガルニデリアは2010年に結成され、2014年にシングルアンビギュースでメジャーデビューを果たしました。その後アニメソング、ゲームソング、番組主題歌などを多数手掛け、海外でのライブ活動も積極的に行っています。2016年、中国の動画サイトで極楽浄土がバズり、中国で一躍人気者になりました。翌年5月、上海で初の海外公演を行いました。その時の光景を2人は今でもよく覚えています。そうですね、最初はこんなに中国でファンの方がたくさんいるっていうのを本当にって思っていたところがあったので、まあ、実際来てみて、たくさんのファンの方が、会場に来てくれたことがすごく、そんなね、たくさん集まってくれたことが印象に残っています、うん、その時はなんか初めて空港で迎えてもらったのが、わーって思って、こんなにファンの人がいると思ってなかったので、それまで行ったことのない国ってどれだけ私たちのことを待っててくれる人がいるのかって想像がやっぱできないんですけど、空港で弾幕持ってわーって迎えてくれてたファンの人たち見て、ああちょっとスターになったかもしれないって錯覚をしました。2017年、はい。私は一番印象に残って、まあ、でも上海が一番やっぱそのライブの回数が多いので、なんかやっぱその一番テンションが高いなっていうのはすごく思ってて、初めて中国でまあライブさせてもらったのも上海だし、この間 の, その私たちのワールドツアー の, 最終ファイナルの日も上海だったんですけど、まあ、その結構大事な日に上海でライブをやらせてもらうことが多いので、すごく特別な場所だなってすごい私の中では思っています。2人は上海や中国で様々な番組やイベントに参加しています。去年もうたくさんのお姉さんたちとたくさん歌わせてもらって、まずそこからお姉さんたちが私にとっても本当に最初の家族だなって思ってるし、その他そこからね、たくさんいろんな番組出演させてもらって、ポンホンチュアンチェダージェンベイとっても私たちの極楽浄土とのリミックスバージョンみたいなのでスペシャルコラボさせてもらって、それもすごいかっこよかったし、あとはジョシュン、うん、だし、もうとっても本当に素敵な歌声、ジョシュンさんは一緒にレコーディングもやったりとか、あと、まあ、MV も一緒に撮ったりとか、あともちろん番組っていうかステージで一緒に歌わせてもらったりとかで、2023年はたくさんコラボさせてもらったので、また一緒にできたらいいなと思います。中国の有名歌手と共演するためにメイリアさんは中国語を特訓したそうです。もうとにかくもうメイテンメイテンシュエシュシュエシュ練習練習、もう本当に毎回100回ぐらい練習してるもうメイクしながらと移動、その飛行機乗ってる時もずっともういっぱい聞いて、メイク中の時間も移動の時間もすべてブツブツ言いながら練習して頑張ってます。違う言語ではあるんですけど、例えばその韻を踏む、まあ、英語でも日本語でも中国語でもあったりするので、まあ、そこの綺麗さだったりとか、でも本当に中国語って喋ってる言葉自体が、まあ、僕にはすごく歌ってるように聞こえたりもするので、いつかねその中国語の曲とかも作ってみたいなと思ったりします。中国で多くのライブや番組に出演してきたガルニデリア。中国でファンと会う時はこれまでほとんどライブでした。今回ファンミーティングでファンと直接触れ合ったことについて2人はどのように感じたのでしょうか。そうですね、ライブだと僕ら結構カッコつけて、ね、やってる感じなんですけど、まあ、ファンミーティングではやっぱりこう素の自分たちというか、それとまあファンの方と の, この楽しい交流の時間みたいなのがまあメインかなと思っていて、まあ、ライブとは違った僕らの一面が見てもらえたら嬉しいなと。そうですね、まあ、ファンミの中でもよりこうなんか家族感というかファミリー感があるなと思うし、もうとにかく私たちのことを愛してくれてる、とても愛の深い人たちだと思ってるので、みんながすごい楽しそうにしてくれてるのが一番私はハッピーだったなと思って、はい、私も楽しみました。
ファンの人たちの応援を受けて、今後ガルニデリアは何を成し遂げたいのでしょうか。まあ、ちょっと僕が遅れてますけど、中国語をもっと勉強してですね中国語に対応できる楽曲だったりとか音楽の話ができるような感じに自分たちを高めてですね、楽曲も作っていきたいと思っています。なので去年よりも今年がもっと中国と楽しい時間を過ごせるように頑張りたいなと思ってますので、今年も本当にたくさん、中国に来られたらいいなと思ってますし、たくさんコラボしてたくさん番組出てたくさん歌うっていうことですね。で、まあ、ずっと目標に掲げてますけど、私たちはメルセデス・ベンツ・アリーナでワンマンライブをやるということが、まずは一つの目標なので、それを絶対叶えます。まあ、ずっと言ってますけど、まあ、ここは第二の、私たちの故郷だと思っていますので、また来るというよりかはたくさん帰ってきますので皆さん温かく迎えてください。本当にありがとう。今年も海外公演と世界ツアーを控えているガルニデリア、彼らが中国の舞台でますます活躍することが期待されています。